ローマが地中海世界全域にわたって支配権を確立する間に、イタリアの政治、社会、経済にも大きな変化が起こりました。特に中小農民の没落により、ローマ軍隊が弱体化したので、グラックス兄弟が紀元前2世紀後半に農地改革を行い、軍隊の再建を図ろうとしましたが、貴族の反対に遭い、内乱が始まります。貴族階級は保守的で、元老院の権威を重んずる罰族派と、平民会を通じて自己の権力を追求する平民派に分裂し、抗争しました。この両派閥の対立は、まず罰族派のスラと平民派のマリウスの対立となって現れます。ついでローマ市民権を求める同盟市戦争や、スパルタクスの率いる大剣道反乱が起こり、ローマの混乱は頂点に達しました。この政治的、社会的混乱の過程で、軍事的な独裁権力を求める指導者が現れ、騎士階級のクラッセス、ガリア平定で名を挙げるカエサル、地中海海賊の平定で功績を挙げたポンペイウス、この3人が第1回三都政治を行いました。ついでオクタビアヌス、アントニウス、レピドゥスによる第2回三都政治が現れ、最後にオクタビアヌスがアクティウムの海戦でクレオパトラとアントニウスの連合軍を破り、約100年に及ぶ内乱を収めることになりました。